誰でも打ってもらったら今も誰も持ってないですよ。カウンターで狙ったら先に当たっちゃったんですか。風ね、風ドクター行ってドクター、うん、はい、痛み止め打ってもらえるか拳ちょっと聞いてみて。はい、ミートするようになったんです。これ終わったらパーマがあればするんで、こっちも使われてるから、あとはもう鍛えた方がいいです。これね、バックハンドが落ちた時にミドル、うん、いろいろとそれで1個使うんですね。今プラスミドルよりも何ていうか上がってるってことですね。あんなの上がってるでしょ、あんだけ、うん、ねえ、瞬間強く曲がってれば。受けないです。ダメ。試合の時ダメらしいです。あ、ダメなんだ。はい、誰に？あの、ドクター全員。水沢さんと、無敵のドクターに。2週間ぐらい前ですかね。なんか痛いなって思ってて、うん、あんまミットはこう当てないようにとか。でもバッテしても大丈夫。まあ打たないと始まらないですし、打たなきゃ勝てない相手ですし、うん、そんな試合で制御できるほどまだ自分は大人じゃないんで、うん、1、2取られちゃったら3で倒さなきゃいけない想定とかってどうする？ありますよね。やっぱ作戦は考えてあるんで、一気にやられた時はどうするとか、どんな作戦やるとか全部考えてるんで。チョークディチョークディチョークディしんどかったと思うわ。頑張れ頑張れ。敵陣営に仲間がいるっていうのがちょっと一番怖かったです。初代ライズスーパーフライ級王者ジェットボーイ田丸登輝。そのスピードで相手を捉えるか田丸登輝、17歳の天才。問答無用の爆撃ボーイ鈴木マスター。連勝中です。鈴木雅彦、こちらもチャンピオン。本当にこれはあのライズのファンにとっては一番今日楽しみな試合と言ってもいいんじゃないですかね。いやもう裏メインじゃないですかこれは、ね、そうですね、あのパンチが本当に強くて、はい、結構あの遠い距離で、いきなり当てた。たまる後に残る聞いた感じじゃなかったですけど、一瞬本当、まあ、びっくりしたっていうのが見えてなかったし、まあ普通に聞きましたね。でもそれででも逆に火つきました。やられたんで、はい。ボディの連打がありました。ボディ連打、ボディ連打。ジャブ当てました。パンチとか全然当たれへんし、ほとんど空振りしてるんじゃないですか、僕のパンチ。めちゃめちゃしんどかったです。スピードっていうのは、ある選手はこう見てると、ボリボリしますよね。本当ですね。左、右。1回目のストレートで、まあ、印象悪いな、取り返さなあかんなんて、そればっかり考えてました。パンチだけやったら、まさか倒されへんって。まだ続いてるから、膝までいいから。出てきます。ラスト後ろにパスに抜ける。たまる鈴木選手、ここで捕まえたいですね。はい、でも絶対パンチの当たらない距離で当てたらもうその場所にいなくて、僕が返す頃にはもうおらんっていう。タマル、あ、これやばいなと思って、もう終わったんちゃうかって思いましたね、マジで。え、どうなんだ。
でも、どれてるやん。どんな感じ。いや、ドローでおかしくないじゃん。マジ、エクストラロン。さあ、それでは延長戦です。スタートしました。めちゃめちゃ焦ってましたね。僕の方が階級上なんで、圧力とかは絶対あるじゃないですか。そういう差なんかなと思うんで。最後、最後やぞ。最後、お前が圧力ぞ。おい、聞いたけど、聞いたけど、聞いたけど。で、ファンの方とかでも盛り上がってくれてたんですけど、やっぱその期待を超えたかったんで、全然勝ったと自分で思ってないし、悔しいですよね。やっぱりライズバンタム級思い出として、もっと派手に胸を張って那須川天心選手だけじゃないっていうのを証明していきたいです。倒れた。膝蹴ってわざとやろあれ。膝でカットして。あ、そうです。めっちゃ痛い。もう蹴られへんようになったわ。新潟が戻ってストレート打てないっす。あ、折れた。あ、折れた。いや、もらわんからパンチも。もらったとこあんま見たもんないよ。試合めっちゃ見たんですけど、これグラってきてるシーンないんで、もううまく勝つしかないなと思ったんですけど、最初ダメってこうバーってなったんで、僕もビビっちゃって、おおみたいな。いや、あのそれマジで早すぎて、いや、ほんまに早かったわ。全く見えへんかったし。このガキ強いっすわ、ほんまに。ちょっと痛いよ。先にまず自分のバンテージ巻いて、あっちのバンテージ巻いて、自分の体のことをやって、天心の体をやってって感じでしたね。まあ、ニックさんが一番辛そうでしたよね、やっぱり。いや、すごい疲れてるなっていうのは。そうですね、とかある。はい、ゆっくりでいいよ。はい、次ラスト。さあ、勝った。はい。いや、クゾの相手が。相手が勝ちました。まあでも2人にこう関われるということは本当に幸せですよね。彼らの、ね、ベストをみんなで作ったわけじゃないですか。この選手こう交わるんで、決勝戦世界一を決める舞台で、幸せですだと思います、はい。やっぱ感情を込み上げてきましたよね、うん、向こうもね、こう本当にずっとサポートしてくれてるというか、一緒にチームとして戦ってくれてるのが、まあ、相手の方に行くわけですから、
努力を重ねてここまで来ました。シロー165cm57.95kg ターゲットサイエンス所属初代世界フェザー級王者 ISKA オリンピックルール世界バンタム級王者神童中天心。こちらは敗北を知らない男。まあ、ジュニアの時みたいですね。ジュニアの時って普通になんか対戦すること普通にその前まで一緒に遊んだりしてで試合直前になって戦う感じだったんで、まあ本当にそんな感じですよね、うん。まあ、リングで上がれば戦いますけど、まあ、リング降りれば別に話すっていう感じなので、うん。まあ、そして2人のフィジカルトレーナーは同じ、これまで2人を支えてきたニック永瀬トレーナーは指導側について、天心のセコンドには父であるひろゆきさんの姿。さあ試合が始まりました。サウスポーに構えています那須川天心、いつもの構えです。でも想定外でしたよね。そのプレッシャーを強めてくるのはある程度思ったんですけど、パンチが少なかったなっていう予想以上に。最近なんかライジンとかの試合は外国人に対しては結構もう打ち合う姿勢じゃないですか。でこの前のスアキム戦もすごい打ち合ってたから、あんな感じで来るんじゃないかなと思ったんですけど、うん、でも遠く感じたんですよね、やっぱりすごい構えがやっぱすごい後ろ重心じゃないですか。ツアキム戦見たら分かると思うんですけど、すごい近い距離戦ってるんですよ。だから行ったところにそれに全部合わせようと思ってたと思うんですよ。それをしないように頭前出ないように、慎重になりすぎちゃったんですけど、自分 もう彼が動くのにもうちょ反応してて、それに彼も反応したから2人ともその攻撃をしづらかったっていうのありますよね。だからやっぱ手数も少なかったし、まあでも2人ともレベル高かったですよね。那須川天心選手の圧力も強かったし、まあ、シロー選手も、まあ、入らせないというか、練習したの？練習してましたよ、誰もいないときに。全部、もう誰も信用してなかった。2、3人さ、レイヤーとか何人か、2、3人ぐらいじゃないですか、知ってんの。まあ、会場を味方につけるために多分やったんだと思いますけど。おーと思いましたね。いやー、やっぱそういうとこから作戦練ってるなと思いましたけど。自分的にはもう天職の応援が多分すごい多いんで、一つ大きな技やって、あ、じゃあおーってなって、そこからスタートした方がいいのかなと思ったんですけど、まあやられたんでやり返そうと。やっぱでも彼の方が全然早かったですね、ドーマーシ。自分の方がまだ全然アマチュアでしたね。まあでも当たんなきゃ意味ないですからね、うん。これあれなんです、これ言っていいのか分からないですけど、天心が注意しろって言ったらもう普通にこうやって注意したので、シロ選手ボールディングに関する警告が与えられます。ほんとガッてされたんで、嫌というか、まあ、攻撃は制御されますよね、うん。普通だったらこう離せれば外してポンいけるんですけど、組んでくるのを分かったらもっとちょっと離したりとか、そういう技術も必要だったなとは思いますけど。うまいなって、やっぱ自分もやっぱ後頭部殴ってくるじゃないですか、行った方が良かったなとかになりますし、やっぱそういうのは本当に勝ちに対する姿勢っていうのはすごいなと思いましたよね。で結構おしゃべりっすよ、試合中とかすごいしゃべり、なんかもうボディ当たっただけですごい天心がボディ効いたボディ効いたって耳元で言ってくるような感じなんで、いやしてないと思いますけどね。セコンドは言ってんじゃないですか、天心君がって。え、言ったんですか僕。いや絶対言ってない、はい、そんなこと言わないっすよ。心理的にあれじゃないですか、嫌な。マジっすか、無意識に出てんのかな。いや分かんないです、本当に言ってないもん。え言ったのかな、分かんないです。もう見習うべきじゃないですけど、やっぱそれぐらいやんなきゃダメなんだなってやっぱり、うん。向こうのズル賢さ見せたありましたよ。あ、そうですね。ああ蹴りをすかされて僕が攻撃しようとするときに、ね、転がり込むっていうね。作戦だったらしいですけどね。あ、そうなんですか。ニックさんの僕の必殺技として蹴りをカットしてから攻め込むっていうすごいあるんですよ。
それを一回もさせてくれなかったですからね。あそこでね、あーっていうのがありましたよね。2回ぐらい。わざとっすよ、あれ。急に消えましたからね。狙ってたんですか、シロー選手。下がってたんで、ずっとこのままやったらちょっと印象悪いなって思って、もう3ラウンド出るんかなって思っても、そうでもなかったんで何を狙ってるんかなって分からなかったです、僕も。だからカウンターのカウンターのカウンターぐらいまでやりたかったんですよね。3人何なんですかね、まだ慣れてない。どうなんですかね、自分自身まだ分かんないです、その答えは。行きたいつもりあったんですけど、本当に遠くに、すごい遠くに感じたんですよ。身長同じぐらいなのに。攻めてるようで攻めてないんですよ。前出るようで出てないんですよ。だから例えばここの距離があるじゃないですか。で相手がちょっと下がったらその分出る、ちょっと下がったらその分出る。でこれ以上はいかないんですよ。これ以上行くとカウンターされるんで、これ以上行くふりをめちゃめちゃしてるわけです、僕は。だから出ないんですよ、手が。あー、ショートですからしてるんですね。はい、さあ、詰める、詰める、詰める。さあ、少しずつ安川天心が余裕が出てきたでしょうか。白選手も多分先に出してほしいんでしょうね。はい、白選手もカウンターを狙いたい。はい、どうも、司会で蹴り。どうなんですかね、打ち合いに行くの勇気と捉えるのか、難しいところですよね。警戒しすぎたですね、今回の試合。まあそれが良かったのかもしれないですし、もっとちょっとポテンシャル上げないとというか、プレッシャーとは思ってはないんですけど、まあそういう感じなのは、あるんじゃないかなっていうのはありますし、いろいろ求められてるものも大きいんで、それに応えてしまおうと思ってる自分もいるんで、それで硬くなっちゃうんですよね。だからちょっともっとリラックスして、ちょっと挑みたいなと思いますよ。瞬間はやっと終わったってほっとして、1日2日とかで経ってから、もう悔しさがどんどん出てきたって感じですよね、試合負けて。ライズワールドシリーズ2019、まあでもライズ初参戦でよくやったんじゃないんだって、ライズルールで適応していたんだから、その栄誉をたたえ、ここに称します。令和元年9月16日ライズコミッション小川清美、ライズクリエーション伊藤隆、おめでとう。ちゃんと戦って、そして王者の証でありますチャンピオンベルトが贈られます。まだいいやることやったし、ジロ君ともそうだし、天心ともそうですし、どんだけ
深く関わったかっていうのを今回すごく実感しましたね。この仕事をやって十何年目で視力も頼ってくれてるし、天使も頼ってくれてるし、それがものすごい伝わってたし、リングの中央2人が寄った時も試合前に天使が目合わせなかったんですよ。パッて目でそらす感じだったんで、まあ、彼もきついだろうなとは思いました、うん、自分の選手見てる選手の中で、ね、誰よりも連絡くんの天使です。あの技術のこともそうだし、栄養面でもそうだし、飛脚のコーナーにそれぐらいいるわけじゃないですか。まあ、わかんないですもん。まあ、そうですね。十何年やって初めて知ったことがあったんで。おめでとうございます。うん、どうだった？めちゃめちゃうまかったです。だああいうやり方だとちょっとな、うん。めっちゃ勉強になりました。まあでもしょうがないよ、あれで。一発もう詰めてで出させて打つんだよ、ああいうのは。うん、で避けられてばっかりじゃんだと。こうやって詰めてプレッシャーかけて打たせて打つ。そう、そういう人しかもないよ。はい。二人ともさすが。おめでとうございます。ああ、まあね、やっぱね、白なかった。倒されないにこう、やっぱりその辺はね。いやでも見てても、うん、全然圧勝でしたね。いやでもね、こうやっぱり周りの人には届かないからそれじゃ。うん、やっぱり届ける試合しないとだろ、選手なんだから。はい、そういうことで。つまんない試合でお互いするのやめよう。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。来年もだって夜55はい、パナミカルとか。ああ、そうです。私はまた兄さんにもお願いします。いやー、長かった。ほんと長かったっすよ、マジで。ほんとに長いよ。ダメっすよ、パパ。こんなんダメっすね。ダメっすよ。来年ももうやりたくない。いや、もうやりたくないっす。何を合わせようとしてますか、フック。それはまたやるかもしれない。それは言えないでしょ。今度ベンチ対決。でベンチ勝った方どうですか。ベンチ靴いっぱい持ってるから、靴あ、いいっすよ。サイズ何ですか。26.5。26.5、おいっしょ。じゃあベンチ。じゃあめちゃめちゃレインボーの靴あります。俺がいらないって言って。仲いいっていうか、普通にまあ友達とかじゃないですけど、喋るとか。そこで友達とかになってる人は成長しないと思います。飛び抜けられないと思います。はい、まあ、井上尚弥さんとかとも食事行ったりするんだけど、こう、まあ、また食事行くぐらいなら全然ぐらいというか、まあ、ありがたい話ですけど。ライバルみたいな、こう、うん、向こうは思ってないかもしれないですけど、僕は密かに思ってますよ。あの人が試合するたびに悔しいですし、いや、あんな活躍してすぐ倒してっていう、やっぱね、誰かが活躍したりするとクソってなりますよね、正直。だから、うん、まあ、こいつバカだと思うかもしれないですけど、僕はオリンピックとか東京でやるじゃないですか。ああいうのも悔しいですよね、正直、うん、チームが例えば衝撃的な勝ち方した、嬉しい反面ちょっとこうありますよね、クッてくるものは。でもそれを忘れたら成長止まるなと思いますし、だからこそもっと頑張ろうって思いますし、そういう刺激をもっと欲しいかなと思ってます。あ、出なきゃ、まあ、出ないですよ。でちょっとそうですね、疲労骨折が2箇所してて、あと拳のこの弦頭が、うん、まあ骨折じゃないですけど怪我してるっていう。そうなんですか、2ヶ月すれば大丈夫じゃないとは言われましたけど、はい。あ、鈴木選手はどうですか。ああ、やってみたいですね。日本人だと誰でも、まあ、そのトーナメントやってくれるんだったら自分も出てみたいですし、うん、まあ、今盛り上がってるので、うん、俺らの逆やな、いつもマザイクにあえて避けられてるって。やばいっす、あいつしんどいやろ。しんどいな、しんどいしんどいむかつく。
初期芝木大輔シエロ選手も58の選手じゃないでしょ。全然田丸選手の方がやりにくいんじゃないですかね。こう避けて避けて動いて動いて、やる機会があればぜひやりたいです。世界の本当強豪強いやつと集まってしっかり試合して勝って、それがやっぱ理想ですよね。この55のワールドシリーズ、アジアシリーズか分かんないですけど、そこにはすごい期待してますよね。見せてくれと、見せてくれとも思いますし、逆に見せてやるよとも思いますし。